うるせえなピナコは。ありがとうございます。というわけで火曜日、今日は3月9日ですか。はい、今日はとりあえず今から昨日の一日のおっさんの、まあ、この動画です。この動画の昨日バージョン、休日動画を編集して、昼前にはゴミ捨てに行き、ただいま8時なんで、8時だな、8時ぐらいなんでやって、まあちょっと出かけて、でマウスピース今日で終わりです。やっと終わり、マウスピース行って軽く飲んで帰ってこれたらいいかななんてね、ちょっと思ってます。今日は一人でプラプラと動きたいと思います。ピナちゃんうるさいですね。ピナコちゃん、ピナ、ピナコさん、3番来たわ、うるさいです。まあというわけでね、とりあえずまあさっさと編集終わらせたいと思います。逆光激しいかな。おはようございます。わあ、もう11時ですよ。編集してちょっといろいろやってたら、もう11時、とりあえずゴミ捨て行って、灯油で買い物で歯医者、まあ飯も食いに行きたい。というわけでとりあえず急いで行ってきたいと思います。行ってきます。よし、というわけでただいま11時半でございます。ちょっとこっからはどうなるか分かりませんが、とりあえず一旦ちょっと昼飯店で食うか買って食うかちょっと分かりません。まあ状況によるかな。まあとりあえずただいま病院の方に向かいながら、はい、運転しております。ほな後ほど。よし、とりあえず病院にただいま着きました。でちょっとまあなんで段取りがちょっと分からなかったというと、私今日予約してる時間、前回変更したんですけど、予約時間何時だったか分かんなかったんで、とりあえず診察券で受付だけしといて、時間だけ確認してちょっとこの後予定立てようかなという次第でございます。どうしてもちょっと今日行きたいところもありますので、まあ、ちょっと今病院行って受付だけして予約時間確認していきたいと思います。ちょっと行ってきます。お腹ペコペコでございます。もう12時半になっちゃった。よし、というわけで受付してきて、まあ、ついでにもマウスピース大丈夫だったんで、まあ今は使ったやつね、大丈夫だったんで、使ってきても大丈夫だったんで、まあ、そのまま固まってもらうために時短のためにもう渡してきました。もう固めといてくださいと、後取りに行きますと。で戻ってくるのが4時15分で、ただいま12時、まあ1時前なんで、まあ3時間ほど時間を潰さないといけないんで、まあ、ちょっと買い物行くか、まあ、とりあえず飯ですね、したいと思います。というわけで行ってきます。とりあえず飯でや。腹ペコなんですけども、大変なことが起こりました。これね、セブンイレブンで買ってきたんですけど、車乗る時にバンとぶつけてひっくり返りまして、この天ぷらも落ちました。地面にしっかりと落ちましたけど拾いました。あーついてねーわーついてねーわー。おまけこのさ、お弁当さ、声優で買ったんだけど、なんか必ず温めてください、500ワットで3分って書いてあったからさ、温めちゃったよ。必ずとか書かれたら温めちゃうよね。まあそれにしてもちょっともう車のさ、この横もちょっと濡れたしさ、なんかかまぼこ全部落ちたしさ、もう嫌になるよ。せっかくの気分に休日が、まあ、麺が落ちてないだけ腹持ちはいいでしょう。いただきます。俺の人生バーカ。あ、でも大丈夫だ。うん、急ぎ上げから。うん。普通ですね。普通。汁もないわ。さて。ただいま3時半でございます。病院に戻ってまいりました。ちょっとアクアショップ行って、金魚とメダカ餌用ですね、買ってきて戻ってきました。というわけでマウスピースの方を完成させてこようかなと思っております。というわけで行ってまいります。
一瞬で終わりました。一瞬でマウスピース持ってきたらでも固めてもらってあったんで受け取りだけです。秒で終わりました。まだ4時前です。会計して帰りたいと思います。よし終わりました。というわけでまだ4時10分前、めちゃくちゃ一瞬で終わりましたね。 1.5 分ぐらいで、うん、行ったのが結局着いたのが結局3時半過ぎだったんですけど、4時10分、15分で終わりました。会計もサクッと終わりましたね。そしたらちょっと時間ありますよ。これから行きたいところがどうしてもありますんで向かいたいと思います。行ってきます。よーし着いたんで行ってきます。どこに行くのでしょうか。というわけで2回目くっつかず続けさよなら全てのエヴァンゲリオンしてきました。とりあえず腹減ったんで飯食って帰ります。よし帰ってきましたよ。2回行ってきたんで2枚、2日間で2回行ってきました。いやーほんとお帰り全てのエヴァンゲリオンしてまたさよなら全てのエヴァンゲリオンしてきました。で天一送ってきたんで、まあ、今から今日の昼飯動画もう9時半になりかけてるのかな。昼飯動画で編集してあとちょっとまったりしようかな。まあとりあえずダラダラします。あーやっとやこれで、あー今日は有意義やった。よしというわけでね、マニアチャンネルの方の動画はもう今や10時半でございます。まあだけどこのね3日間よく動いた。久々になんかよく動いて充実した休みやったかなと、思っております。はい、まあ、というわけでこの後晩酌動画で撮って終わりたいかなと思います。まあ、晩酌動画の模様はメインチャンネルでも見てください。まあ、この後ちょっと入れちゃうかもしれない、わかりませんけどね。はい、まあ、というわけで皆様新劇場版エヴァンゲリオンを見てください。面白かったです。まあとりあえずアニメ版、劇場版、新劇場版全部見た方がいいと思います。それから新エヴァンゲリオン見た方がいいと思います。はい、というわけでバイバーイ。ゲソイクオ、あんまり言うとネタバレなんですけど、ゲソイクオです。ゲソイクオ。